一つの爆弾が落ちたことによって、多くのお姉さんたち、自分の目の前にそのお姉さんたちは火傷を負ったっていうことが分かった。ある日、広島への修学旅行を控えた小学6年生たちに語りかけるのは、兵庫県三木市に住む近藤幸子さん。忘れられない記憶があります。生後8ヶ月だった1945年8月6日、原爆が投下された広島市で被爆した近藤さん。10歳の時、被爆者の救済活動をしていた牧師の父親と共にアメリカのテレビ番組に出演し、原爆を投下した B-29 爆撃機の副操縦士と対面します。My God, what have we done?神様、私たちはなんてことをしたんでしょう。にらみつけた彼の目、それを言ったと思ったら涙がかポロッと落ちてきた。それを見た私、びっくりした。いや、この人、同じ私と同じ人間だっていうことが分かった。私が憎むべきは戦争、憎むべきは戦争そのものだった。子どもたちに必ず伝える思いです。落とす人は何も悪くなくて、戦争自体がやったらダメで、それを憎むべきだなと。私たちの世代で絶対に戦争はダメですよっていうことを世界中の人に伝えたいなと思います。今年の秋には80歳になる近藤さん。あと5年はやりたいな。もう希望の希望がいっぱいいる。ね、私たちができないことをきっとあの子たちやってくれるんじゃない。人間は素晴らしい。核兵器のない世界を子どもたちに託します。グープや走るでニュースランナー。